イスの実、実はジュアトロエピソード大賞を発表します。皆さんたくさん応募してくれてありがとうございました。大賞はあやちゃん1935さん、きくちゃんさん、おめでとうございます。どんなエピソードか気になる？ちょっとだけ紹介します。大学生の頃の話か。親しくない男の子と一緒に、そんなことが、すごい幸せすぎる、なんてジュアトロな思い出。次はご夫婦の話。いいですね、優しい。私も食べたいな。いやー、愛ですね、アイスだけに。食べたくなっちゃいました。味も心もジュアトロリフレッシュ。エピソードはホームページにも載ってるよ。みんなのジュアトロエピソードも教えてね。